社の紹介、両チームの紹介です。何やら一波乱起きそうな後楽園開幕戦、これがジ・インベーダーです。プエルトリコからやってきた謎のレスラー、そしてヘジョーカン、さらに中野真一、いよいよ PWF 世界タッグに挑戦決定。八つ吉明、戦力拡大、一気に頂点を目指すか八つであります。まあ、今日もラッシャー木村組を一周いたしました。ジャイアント馬場さん、気をよくして放送席に座っていただくことになりました。どうぞよろしくお願いしたいと思います。さあ、ティジョカーンと中野真一であります。ブレンバスターを見舞います中野真一。馬場さん、ハワイではこのジャパンプロレス軍団とも合流したようですけれども、八つ選手が大物を発見して、ラトワ・アツサテジュニアというんだそうですが、新大関小錦の弟さんだそうですけれども、お兄さんですね。お兄さんですけど、はい、大きな選手らしいですね。そうですね、身長はね、そんなに高くはないんですけどね、はい、やっぱバランスが取れてますよね。ああ、そうですか。来日が待たれるわけです。試合は今5分が経過いたしました。このラトワと言いますと、全日本プロレスも馬場さんと異種格闘技戦で対決敗れましたラジャライオンが入団、すでにもう合宿所で懸命なトレーニングを行っておりますけれども、馬場さん、どういうレスラーに育てるんですか、ラジャライオンは。まあ、どういうレスラーって、やっぱりね、キックの選手ですからね、それを生かしていかなきゃいけないと思うんですよね。あ、なるほどね。ですから、まあ、どういうような選手と今はちょっと言えませんけどね。今はその技よりもむしろ、なんていうんでしょうか、体重を増える意味でそういったトレーニングを行っているということですけれども、もう少し体重が欲しいですね。そうですね、体重を増やしてね、はい、なんで動けるかっていうとこがね、はい、一番心配なんですけどもね。そうですね、まあ、どっちみち体重を増やさなきゃいけないし、はい、ですよね。そうですね、まあ、この巡業にもおそらく各地、全国各地をついて回ることになるかと思いますが、ラジャライオン大いに楽しみであります。それから馬場さん、もう一人、グリズリーパワーのジョン・テンタがカナダに行きましたですね。はい、はい、何か指示しましたか。いや、もうね、やっぱり本場のプロレスというかね、まあ、日本の方がねレベルが高いんですけども、やっぱり本当のっていうか、やっぱり英語をしゃべるね、はい、レスラーの仲間に入ってね、はい、一人で 旅をしたり、そのレスラーの生活なんかをね、やっぱり苦労してこなきゃいけないと思うんですよね。なるほど。まあ、あんまり日本にいますとね、過保護になりますね。そうですか。可愛い国が旅をさせろといったところでしょうか。山田さん、ますますこのラトエ・アクサトエ・ジュニア、それからラジャライオン・ジョン・テンタ、外人選手が大いに目立つこの全日本プロレスですけど、ますます華やかになりそうですね、山田さん。そうです ね本当にね、まあ、いろんな意味で異色の選手がね、はい、増えてきましたんでね。そうですね、もうリングの上がね、はい、本当にね、まばゆいようですね。そうですね。ちょっと話題の方は試合からかけ離れましたので、今度は試合をちょっと追ってみましょう。ハワイから帰ってきた、ハワイ特連から帰ってまいりましたジャパンプロレスの6戦士、まあ、心の団結といいますか、こういったものを主に主眼にして練習を積んでまいりましたと、この八津吉明は言っておりました。心の団結、山さん、いい言葉ですね。そうですね、まあ、いろんなことがあったんで、はい、ここで一つ締め直してという気持ちがあるでしょうね。そうですね。さあ、その大将の八津吉明が場外に送り出されました。山田さん、インベーダー1号もテジョーカーンもなかなかやる選手じゃないですか。はい、特にね、このマスクマンのね、ジ・インベーダーですが、はい、オーソドックスなところがありますね。今度はラフプレーだ、椅子を取って思い切って八津吉明の背中に思い切って打ちつけました。そして鉄柵を乗り越えました。お客さんの間か、今度はエプロンの方に近づいてまいりました。さあ、すごいラフプレーであります。ジ・インベーダー1号、そしてティジョーカーン。馬場さん、この両選手はアメリカで見たことあるんですか。ジ・インベーダー1号、インベーダーの方はね、ポルトリコで非常に活躍してましたね。はいはい、素早くインベーダー1号の方はもうエプロンの方に立っています。そして手前がティジョーカーンであります。さあ、それほど体の大きい選手ではありません。180センチ105キロがジ・インベーダー1号、180センチ108キロがティジョーカーンです。さあ、外でちょっといたぶられましたので、中に入ってまず円錐切りで八津吉明がペースを取って、さあ、中野吉明に託します。相手はジ・インベーダー1号、ドロップキックを見せました。あの天竜をヒヤッとさせました。円錐切りなんかもハワイの特練で完璧に覚えて帰ってまいりました中野真一でありますが、果たしてどうでありましょうか。ああ、これだ、円錐切りを狙いました。
あの日本武道館でお客さんをうならせましたね、山田さん。そうですね、非常にねジャンプ力があるんで、はい、あの難なくこなしますね。そうなんですね、完璧にこの安吉明のもう正式なパートナーとして成長著しい中野真一、まあ世界タイトルの流れによっては挑戦もの可能性も大いに出てまいります。安吉明中野チームであります。大きなターゲットがある時のシリーズというのは山さん本当に頑張りますね、選手は。そうですね、はい、もう目標がね、大きければ大きいほど、はい、ハッスルするわけですね、はい、さあ今度はジ・インベーダー1号の技をじっくりと見ましょう。何が得意なんでありましょうか。リングの中央です。先ほどもご紹介しましたがそれほど身長がありません。180センチという前触れなんですがそんなのがないですね、山さんね。そうですね、まあ、あのしかしね、何でもやれそうなタイプですね。ああそうですか、まあ、もちろんさっきラフも見せたし、動きそのものは非常にオーソドックスな感じを受けるんですね、はい、さあ中野真一がここでジ・インベーダー1号を捉えました。そしてバックからの攻撃か2人がかりの攻撃か、八つん中野、いよいよ合体殺法が見られます。勝負はちょっともつれてまいりましたが今10分が経過、八つと中野の合体殺法がそろそろ出てまいりました。さあドロップキックで非常カーンを場外に送り出した。さあ八つ吉明のパワースラム完璧に決まった。そして監獄固めか、監獄固めだ、監獄固めだ、おっとさあ行くぞ行くぞ、うわーっと強引に監獄固めを披露する八つ吉明です。さあこれは一発でもうギブアップだ。ジ・インベーダー1号の両足が痺れます。まさに監獄送り、八つ吉明のっけからこの開幕戦で18番中の18番、監獄固めを披露いたしました。八つ吉明中野真一チームがジ・インベーダー1号地上館を打ち破った試合でありましたが敗れました。初来日のインベーダー1号地上館チームもなかなかやります。今後非常にこのサマーアクションシリーズを面白くする外人軍団でありますが、八つ中野チーム、山さんいかがですか、開幕戦。ああいうね思い切った大技で、はい、完全に今自分が最もね、重要に考えている技で決めた、はあはあ、これはすごいデモンストレーションですね。なるほど、7月19日八つ吉明の後楽園、この同じく後楽園ホールで阪神の PWF ヘビー級に挑戦する八つ吉明。